はい、本日ようやく初日を迎えたということで、稽古期間のいろんな思いや、たくさん支えられた思いが、今日ようやく、皆さんの目に留まることになります。僕たち劇団ナルトは本当にこのナルトの世界観を、再現して、リアルに僕たちが息遣いとか体温とかを感じられるよう、必死にやってきました。楽しんでくれたら嬉しいと思います。初演から6年ほどの月日が流れまして、舞台というものは毎公演毎公演シリーズものなのでなおさら前作を超えていく、再演を超えていく、そういったことが重要になってくるかと思いますが、今回の公演に関しては間違いなく過去最高傑作であると断言できる作品になっておりますので期待していただければと思います。強さと優しさが魅力かなと思います。というのも、子供のために、そして里のために、忍びの未来のために命を懸けれるところだったりとか、また多くを語らずに、そしてあまり多く手を差し伸べることなく人を信じれるところ、そういうところは強さと優しさがある男だなと思って、そういうふうに魅力を感じてます。やっぱ辛い経験をして、痛みを知って、形は違えど平和を望んだところっていうのはすごく魅力的ですし、とても人間的だなと思うので、純粋でピュアだからこそ、なんか一歩間違えたらこういう形になるというか、でもそれが自分にとって正しい正義であったりして、でも自分が違うというか、諦めていたというか、気づかされて、その自分の意思というものを誰かに託すという、最後は人を信じるっていうところがやっぱ魅力ですかね。はい。ライブスペクタクルナルトは原作に準じて、ザ・努力・友情・勝利というコンセプトをもとに作られている作品でございますので、なかなか今まだまだコロナとか感染症大変な時期続いておりますけれども、ナルトの諦めねという言葉が人道がございます。その通り我々諦めずにやってまいりましたので、ぜひ皆さんに見ていただいて、何かを感じて明日からの糧にしていただければいいかなと思います。ありがとうございます。では中尾さん、お願いいたします。はい、ようやく初日今日迎え入れたということで、皆さんが言ったように最高のスタッフ、最高のメンバー、そして最高の演出があって、最高の僕たちが、こうやって仲間たちが、このナルトの世界観を作っています。本当にみんなに、たくさんの方に見てほしいです。世界中から愛されているナルトを、僕たちが演じられるということで、少しでも皆さんの心に何か、突き刺さるものだったり、明るくなるものだったり、そういうものがあったら嬉しいと思っています。僕たちナルト、よろしくお願いします。